普段ですね、4コア漫画ということで、時々配信しておりますけれども、この度ですね、光栄なことに、この4コア漫画を漫画家の有名な先生に添削していただきました。先生のお名前は、野弘美宇先生とおっしゃるんですけれども、野弘先生は4コア漫画の専門家でもあり、そして第一線で活躍される 漫画家のお一人です。そして今画面に出ておりますけれども、このような形で大変に細かくですね、添削していただいて、またですね、この私の作品に対して非常に愛情やリスペクトを持ってですね、いろいろなアドバイスをいただいております。大変に勉強になりました。本当にありがたくですね、感謝しております。改めまして、この場でお礼を申し上げたいと思います。 野ろ先生、ありがとうございます。この野弘先生からいただいたですね、このアドバイスをもとにしてですね、この4巻漫画をブラッシュアップしていきたいと思います。そしてその過程をですね、この動画内でお見せしていきたいなと思っております。この4巻漫画なんですけれども、キャラクターを使っていますけれども、漫画というスタンスであるかもしれませんけれども、私はこれもアートだと思っております。 現にですね、芸大を私が受験したときには、このキャラクターもー、まあ、使ってるというか、まあ、描いていて、まあ、作品の一つとしてはなっております。従って、これで芸大受験も勝負しているわけですから、アートだというふうに考えております。そしてですね、これをですね、ブラッシュアップしていく、まあ、ブラッシュアップっていうのは改善していくてことですね、リライトします。 えー、ブラッシュアップの別の意味はインプルーブですけども、えー、これをインプルーブ、ブラッシュアップしていく過程をお見せするっていうことの中で何かを学んでほしいなと思うんですが、例えばですね、まあ、他の YouTube の動画とかでも、例えば、えー、漫画家志望の方がそれを添削してもらうとか、そういう動画もありますね。あるいは絵ですよね。えー 絵を描いたんだけれども、それをもっと上手くするにはどうしたらいいかってことで、まあ、添削してもらうような、そういう動画もあると思います。そういう動画、とても勉強になると思います。ただですね、えー、この私はですね、まあ、学科チームの一人としてですね、えー、これまで18年間、この立ちで、美大受験というものに関わってきました。 そして、その中で美大受験を通じてでもそうですし、それよりもっと前からですね、私はですね、このロゴス、言葉ですね、文章ですとか、ロジックですとか、そういうものにこだわりですね、それを極めようと思ってきたあ一人です。これは学科チーム、みんなそうです。 皆さんはですね、やっぱ実技の面で、プロフェッショナル。えー、要するに、絵ですよね。絵ですとか、デザインとか、そういう方面で、えー、そちらの方に力を入れて、い、いかれると思うんですけれども、我々はですね、やはり、このロゴスというものにかなり着眼して、それを極めてきた。極めようとしてきた。ね。あの、極めたっていうとちょっとおこがましいんですけれども、えー、極めようとしてきた。そしてし、これからもしていこうとしている。 そういうですね、学科チームであるんですけれども、若い方がですね、何かを添削してもらう、え、いうこと、それも非常にいいと思うんですけれども、私のようなですね、18年間美大受験というものに関わってきて、さらにそれだけではなく、それをもっと遡ればですね、英語を教えですね、ロゴスというものにこだわって、いろいろそれを極めようとしてきた学科講師がですね、 絵を描いて、漫画を描いて、本当のプロフェッショナルに添削してもらって、で、さらにですね、それを学科的な視点で、さらに、えー、再びこう、解釈してですね、えー、そして、え、理題として、作品をさらに改善していくっていう過程はですね、おそらくですね、え、美大受験生にとって、桁違いの学びがあるんじゃないかなというふうに思っております。ですので、この動画から、 ぜひですね、何か学んで欲しいなというふうに思います。今後ですね、ブラッシュアップモモゴンということで、このモモゴンが主役ですから、ブラッシュアップモモゴンということで、この動画、何回かにわたってお届けしていきたいと思います。そしてですね、まあ、最終的にはですね、これを完成させたいなというふうに思っております。ちなみにですね、今回、先生に、野博先生にお渡ししたのはですね、 今あの、ウェブ上にはですね、44話までアップしてありますけれども、この44話の中からですね、10話をピックアップして、で、それをですね、ジュースシリーズっていうことで、物語に少し書き換えて、1話から10話まで、そしてあの冊子にしてですね、 で、あの、コンビニで、あの、カラー印刷と、まあ、簡単な冊子にできますので、それをして、まあ、お渡ししたと、北山講師を通じてお渡ししたという、あの、作品です。で、あの、全体を通じてでもですね、一つの作品として、えのひ先生もコメントいただいてますし、そういあの、いただいたコメントをですね、一つ一つ紹介しながら、それを元にして私がブラッシュアップしていきますので、あるいは、その、お 添削いただいた内容を解釈も加えながらですね、まあ、時にはですね、北山講師にも加わってもらったりしてですね、また、いつもやっている4コアマンゴの動画のようにカンカンガクガクですね、ちょっとお二人で議論しながらですね、さらにいいものを作っていくという風にしていきたいと思います。で、いいものを作ると、これをブラッシュアップして一つの作品にしていくってことが、一つの目的はあるんですけれども、私たちが持っている目的と並行してというか、その本質的なところには、 えー、皆さんにですね、やっぱり立ち生をはじめとする美大受験生にとって有意義な学びになるように、あるいはですね、こちらもそのように提供していきますけれども、この動画から有意義なこと、学べることをキャッチしてほしいんですね。えー、そして、実技やその先の人生に活かしてもらえたらば、非常に我々としては、あの、光栄です。 そのような形でこの動画を活用いただけたらいいなというふうに思っております。えー、月曜日、火曜日、水曜日はですね、この四巻漫画、このキャラクターを中心とした動画をお届けしますので、ぜひですね、ご期待ください。そして木曜日、金曜日はですね、まあ、自然にまつわることですね、えー、あるいはちょっと他の美術に関することも配信することもあると思います。そして土日はですね、まあ、学科に特化して、えー、小論文ですとか、えー、国語ですとか、 特にですね、Q&A ですね、質問が最近多く寄せられておりますので、それに対して答えられるものに関しては答えていくということです。そのような形でお届けしていきますので、以上になりますけれども、よろしくお願いします。ハニキャッムービーたち、よろしくお願いします。お願いします。